奴を裁けるのは国だけだ。国がきちんとあいつを処分してくれる。あなたがタモツを殺したの？この店都合かな。被告人を死刑に処する。ミノルさんの本当の家族になるつもりです。お前はどこの新興宗教だ。謝罪するつもりなんて一切ないから。っていうかそもそも罪を犯したっていう意識すらないから。言ったら俺だって被害者なんだよ。まあ今さら家族とも思ってないですけど。何言ってんだよ。俺が一体何をした？葛城事件。